H5N 分子量67.09の個因管構造を持つ複素間式法鉱属化合物のアミンの一種である。二重結合の位置が違う異性体に 2H ピロールと 3H ピロールがある。特異種を有する薄黄色透明の液体で水に溶けにくく有機溶媒に溶ける。脳塩酸などとの反応により重合する。ピロールは窒素原子を含むがその塩基性は アミンやピリジンに比べてはるかに低い。これは窒素原子の持つ孤立電子体が完全体に非極在化されているためである。分子内にピロールを部分構造として含む化合物は非常に多く、この構造をピロール管と呼ぶ。ピロール管4個が炭素原子1個ずつを挟んで結合した管には、ヘムのポルフィリン管クロロフィルのクロリン肝、ビタミン B12 のコリン肝などがある。 またビリルビンやフィコビリンはピロール間が4個直列した構造を持っている。これらテトラピロール化合物は生体内物質に多く、また二重結合が多数協約しているため可視光を吸収し特有の色を示すものが多い。さらに多数のピロール間を結合した合成化合物ポリピロールは導電性を示し合成有機金属や有機半導体の材料ともなる。 ポリピロールは直鎖アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウムの一種であるドデジルベンゼンスルフォン酸ナトリウムを添加したピロール水溶液のステンレス電極による電解重工によって陰極に得られる。この時ドデジルベンゼンスルフォン酸ナトリウムには電解液としての働きとポリピロールに電動性を付与するドーピング剤としての二つの役割がある。ポリピロール自体は 鉄塩などの酸化剤によるピロールの科学的酸化でも得られるが、自立したポリマーフィルムとして得るには、電気科学的酸化による不活性電極化による電解重合による方法しかない。ありがとうございます。